だけど多分ちょっとだけ来たよ。あーいやーやばい、なんかショールームもやっとこうと思って、やっとこうっていうかなんか久々だからさ、そうショールームやろうと思って。何時まで、なんかね多分10分くらいエルタンの LINE 待ちそう、ちょ本当に時間あったから本当に、うん、急遽で申し訳ないんだけど配信やりたくて来ちゃいました。ねえラメラメ、撮影でラメいっぱい使ったからちょっと落としたけど、まあ福岡ですよ。そう生写真撮影があってそれで帰ってきたので明日オフだから一泊もちょっと福岡にいたいなと思ってわがまま行って福岡来た。で明日はお昼に葵たんとランチ行って、うん明日帰っちゃうから東京に、だからまあもし間に合ったらカレンレンとカフェ行こうかなって感じ。カレンレンもお仕事あるからさ、はい、後輩とカフェでも行きたいなって感じで。やばーい久々、見て白くまくんグデってなってる本当に久々。うーんー本当に嬉しい。あーもう夏だからさ、ノースリーブじゃない何ですね、はいそうだから溜まってたからさ、たくさんこういろいろやってたのそう書類とか溜まってた。みくりん元気、もうみくりん元気のさそのさ言葉さ、今日でさ今日で100回目100回くらい聞いた。今日みくりん元気はもうメンバーとマネージャーさんと、そしてここ今日ファンの方と100回ぐらい聞いたよ。元気だよみーは。ミクリン心配なんだよ。だってあめっちゃ赤くなっちゃった。何が心配？でもマジでもうなんかね、そのなんていうの、エレベーターに、家のエレベーターに乗って乗った瞬間にもううわーみたいな、うわーもうわがやだーみたいな。でも監視カメラで見たらめっちゃ変な人だって思う。って思って、でも家帰ってもうわーって思って本当に嬉しいんだよね。もうマジ嬉しいんだけど、うん、でもねじっとしてらんないのよ、すぐ行かなきゃいけないの。発狂発狂マジでやったーって思いながらも本当に嬉しい、うん、監視カメラで見てたりする人びっくりしちゃう。ミクもイエーイってやってたから、ふぅエレベータークラブみたいなクラブにいそう、なんかこうイエーイって行ったことないですよ、行ったことないんですけどなんかいそうじゃんずっとイエーイってやってた。嬉しいマジで、もう本当に嬉しい、マジで嬉しいし、しかも福岡の美味しいご飯食べれるのがめっちゃ嬉しいと。マジでいつもさ、まあ美味しいんだけどコンビニだったからさ、もう本当にコンビニじゃないご飯食べれるもん、あーと思って、だから福岡の美味しいご飯食べれるの超嬉しいし、本当嬉しい。しかもちゃんと、しかもねなんかねあのねマンスリーだからさ、私今東京で、そうだからさなんか全部持って行ったの、何もないから一応家にあるものだからさ、今ね家にドライヤーなくってそう家にドライヤーないから、やばいお風呂貸してってエレタに言って、で温泉エレタに泊まらせてよって言って、でいろいろ言ってあげく一緒に温泉行くことになりましたイエーイお風呂もこれでバッチリそういやてっきりガスとかさ水道とか止まってるんじゃないかって思ってたんだけどさ、あの私ちゃんとしてるからさ全部さあの銀行落とし振り下ろし何にしてたからよかったと思って、本当にそう本当によかった、そう本当嬉しいんだけど、やばいんだけど、ドライヤーないのやばいでしょ。そう引き落とし振り下ろし振り下ろさんで振り下ろさんでめっちゃ元気でしょ、本当嬉しいの、もう本当に嬉しいんだよねマジで。そうでさこれさ
これね、これね、オルフェスのパック、パック持って行ってたんだけどなくなっちゃって、すぐパック持っていく、なんか家に、あ、家にじゃない、あの東京に、はい本当嬉しい。あのこの中にだから必要な分、これとあとさしこちゃんのカラコンとか入れてる。そうマジ嬉しいんだけど、そうスタバのやつに入れた、なんかおしゃれなので持ってきたくって、そうそうそう、はい、もうだからもう家帰って大変だったよ。まずいっぱい溜まってたでしょ、郵便のやつとか、なんかそういうのもいろいろやって整理して、あ、そうだ、払いに行かなきゃね、またね携帯が止まっちゃうそう、はい、や、払いしに行くで、領収書もめっちゃまとめた、そうまとめたりして、もう超頑張ったの、本当に偉い。みくりん視力いいの、最近悪くなっちゃった、うん、でもさ、なんかさ、こう目ってさ、コンタクトアレルギーの人っているじゃん。コンタクトしたら結膜炎できたりとか充血したりとかで、もうめっちゃ目悪い人ってさ、レーシックするしかないのかな。うち結構目悪くなってきちゃってて今でも、なんかその別にレーシックやろうとは考えないけど、このまま多分このペースのままどん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 その目悪くなっていっちゃったらレーシックしようかなみたいな思ってるけど、怖いと思うけど、そう仕事的にさ眼鏡できないじゃんそうで多分コンタクトアレルギーだったらさ無理じゃんって考えてレーシック、うんって思うけど、でもレーシックは10年後どうなるかとかが多分まだ分かってないから怖いんだよね。そうだし失敗する可能性ほぼないと思うけど、今よりも視力悪くなったり、逆にこうね10年後レーシックやった人がどうなってるかとか分かんないから、まだ今どうしようと思って、そうだから、あ、そうなの、角膜が薄すぎてレーシックはできないと診断されました。あ、そうだから、そういう人もいるよね。だってしかも一回削った角膜戻らないからね、こそれも怖いじゃん。そういうのちょっと怖くて無理だなと思って、そうなんだよね。葵ちゃんと明日会うよ、葵に会うよそうで、でも仕事的にさ、そのコンタクトしなきゃいけない人ってどうするんだろうね。こうメガネじゃ無理じゃん、 CM とかさ、バラエティとかさ、アイドルで踊る時とかさ。何これ ICL って何、何それ、へー、だからさ、そうでもさ、愛し合い、何、サシコサシみたいに、何何何、え、聞きたい聞きたい。レーシック10年以上前のあれですよ。え、でもなんかもっと前だったら分からんくない、なんかこうおばあちゃんになった時とか心配じゃない、結構。アオンさんだ、ありがとう。目にレンズを入れるやつ、それが愛しなんとかみたいなやつ、高そう。え、レーシックじゃなくてそれ、あ、待って待って、スクショしよう、ちょっと待ってね、ごめんね、スクショする、これちょっと調べてみる。え、そうなんだ、結構みんなやってるね。怖くないの、ごめんスクショした、怖くないのかな、それちょっと入れとくね。いろんな技術あるね、それでは嬉しいけど、なんかさ、後の何年後かに何かあるってなったら怖いじゃん。結構みんなやってますよ。え、マジ？そうなんだ。ごめん。スクショした音聞こえてた。STU の子もやってた。マジ？じゃあ結構なんかそういうの聞くと安心しちゃうな。へえ。いやなんかさ、コンタクトアレルギーですとか言われたらもうね、たまったもんじゃないじゃん。60万？高っ。やばいじゃん。あおさん、ありがとう。わー、ありがとうね。高いね。
壊すより早くやった方がいいよ。なんでなんで怖いじゃん。うん、みくりんのお目つき変わってるやだ。こうなってるかもしれん。でもね、それはおばあちゃん、おばあちゃんっていうか3、4、なんかもうちょっと先の話。まだいけるでしょ。今ね、視力全然測ってないけど、マジ目悪くなったと思う。なんかこっから向こうの文字見えないんだよね。めっちゃ多分この世の誰よりも目いいって思ってたのに、すごい目悪いんだよね。でもね、そう、こっからだと名前が分かんない、見えないね、あんま薄いからか。でも文字は見えるかな。まだいけるんだよね、まだ。そう、目良かったんだけどね。まあとりあえず、あ、エレタンこれ返せ、あ、普通に止まっちゃってた。エレタンと LINE してたよね、っていう話。いや、だから普通に福岡帰れて嬉しいな。うん、わーい。家だと気にならないけど広いとこ行くとストレス溜まるよね。え、なんかわかるかも。なんかね、私ね、その撮影とかしてるとさ、なんか遠くの文字とか全然見えないからさ、それがちょっとって感じ。そうそう、あとあれ、カンペがマジ読めない。カンペマジ読めないのがちょっと嫌なのよね。はい、なんか仕事の内容来た。ちょっと今から仕事してくださいって来た。はい、じゃあちょっと仕事やって今日中に投稿お願いします。はーい。めっちゃ読むやん。ちょっと、ちょっと、はい、早めに、はい、わかりました。じゃあ今からちょっとツイッター投稿します。はい、じゃあありがとうございました。急に仕事来るからね。はい、ありがとうございました。じゃあそれ終わったらちょっとご飯食べてゆっくりしちゃうぞ。じゃあまたちょっと投稿したらもう一回来るかも。じゃあまたね。TikTok ライブで会おうね、じゃあ次ね。